待ってさ、待ったよ。え、何？君なんかした？すごくめんどくさいところに引っ越しやがってさ当初の話やと当初の話やとエレベーターついてますみたいな。あ、ついてたでしょ。うん、ついてったよ。ついてったよ。でもオートロックのせいで結局全部階段ってどういうことなの？マジで。そうだね、一度も使わなかったね。一度もエレベーター使わって、もう完璧明日俺筋肉痛やわあ、間違っちゃった、喋りすぎちゃった。え、道間違えた？道間違えちゃった。なんかどういうこと？本当なんでここ曲がった？全然違うよここ。どこ行くんだよ。ちょっと途中で U ターンしよう。途中でここで曲がっちゃう。ここで曲がっちゃう。ここで曲がっちゃう。あ、ほんとだ、ごめん、修正できそうだね。修正できる、修正できる。あー、ありがたい。ありがとうございます。ちょっとライト消してくれたよ。すげえ優しい。あとで菓子折り持ってこいぜ。よし、これ。これ左だね。いつだ。やっぺ。いつ。やっぺやっぺ、いつだ。あ、でも、いけそう。いける。この先で、なんとかいける。合流できる。やばい、今、家の中突っ走ってる。いいね、戻ってきた。いや、戻ってきた。はい、来た。よかった。間違いはすぐ修正する男、宝部。どんな間違いも宝部の手にかかれば、何でも修正して。おばちはあれ、どうですか？え、何か？新居に向けて？新居。いいんですよ、宝部の話なんか。修正する男、宝部とか、どうでもいいでしょ。どう考えても。何言ってんの？とりあえず話つなげとこうみたいな感じでしょ。だって違う、今日はあれだよ、宝部フィーチャーの日だよ。あ、そうなの？そうだよ、引っ越し手伝ってくれた宝部フィーチャー。何だよこれ、全13話あるから。そんなにあんの？そんなにあるん？この片道だけで全13話。あ、それでずっと撮ってんの？終わんねえなって思ったんよ。うん、これ1時間くらい撮るから、電池切れるまで撮るから。それ下手したら逆に上がんないやつだ。めんどくさくなって逆に上がんないやつじゃん、それ。2年後とかにあの時の引っ越しのやつ。ようそのタイミングであげたのってなるよ、ほんと。なるかな。いやー、でもフューチャーされてもな。フューチャーじゃないらしいぜ、フィーチャーらしい。フィーチャー、フィーチャー、フィーチャー、フィーチャーね。サムに行ったら笑われたぜ。え、サムに行ったら笑われたぜ。あ、サムか。それ未来だよ。うるせし。え、でも結構な人間間違えてないじゃん。間違えてると思うね。確かにフューチャーって言うもんね。言っちゃうよね。確かに未来やね。この間ね、デカキンさんとね、ご飯食べに行ったんだけど、その時にね、あの、なんだ、UFO キャッチャーかな。UFO キャッチャー2人でしたのよ。2人で？そう。このなんか知んないけど、別に動画撮るわけでもないのに、デカキンさんが、ちょっとこれやりましょうよ。あ、すげえ、この人普段からこういうことするんだって思って。やっぱ面白いのが好きなんだなって思ってね。で、それがすっごい優しい UFO キャッチャーで、3回取れなかったら、取れるまでできますってやつ。え、何それ、すごくね。そう、めちゃくちゃ優しいやん。めちゃくちゃ優しいので、それでこのスマホの後ろのこれ、デカミンさんに取ってもらった。俺何回やっても取れなかったからさ。取れないっす。え、300円出したら何回でもやっていいってこと？そうだね、うん。その商品が取れるまでやっていいみたいな。すげえ優しいね。すげえ優しい。でもそれは取れたっていうのはどう判断するの？まあなんかセンサーあるんじゃない？ああ、機械がその落ちたらってことか。そう。まあ、確かに難しかったんだけどね。なんかデカキンさんの話だと、うん、なんか最後握るの強くなかった。その格好で引っ越し作業するの？いや、ね、あん時にね、宝部がね、片付いてるなって言わなかったらよかったんだって。ペースで行けばいいんだなって。このペースで行ってないじゃん。このままがいいんだな。